たける、心を殺すことある。イートンは32歳で入って、ちなみに最初は何曜日に入って、何曜日か忘れちゃったんだけど、あのね、最初はね、コーナーがね、はい、クイズ負けたら丸坊主っていう、はい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 、あの一般の人が出てくるわけ、はいはい、それでクイズをするわけ、はいはい、で勝ち負けて二人っきりだから、はいはいはい、勝ったらなんか2万円取れるわけ、うん、負けたらその場で坊主なの。あ、その一般の人が。そう。坊主。なかなかのことだったんですね。そう。で、それで俺、このバリカンで狩る役だった。え、あ、ごめんなさい。へぇー。だから、そんな大した、そのコーナーのあれじゃないんだよね。坊主は2万って、やっぱ、坊主か2万か選べっていう。さすが、やっぱ昭和すごいっすね。すごいでしょ。で、それをやって、次のコーナーは、はい、幼稚園児と、つとむくんと遊ぼうつって、4歳の子と僕が3人出てきて、僕が幼稚園の子の洋服着てきて、いろいろインタビューしたり遊んだりするって。その後、タモリさんと2人で、ミスターレディ、ミスターレディが出てきて、ミスターレディといろんなお話をしたり、ちょっとこう、面白いちょっとコントみたいなのやったりしたり、いろんなコーナーやったね。そうっすよね。30年間ですもんね。そう。アルタに通い続けて。そうそうそう。毎週。そう。ちなみに、あの、いいともで、なんか関根さんが、この、毎回、その、一般、そっくりさんとかの一般の人の紹介者が出てきたら、なんか、なんとかしてそうだねとかって、例えるじゃないですか。はい、例えるというか、そうそうそう。こじつけるというか。はい。あれ、モノマネの、モノマネじゃないや、そっくりさんの司会やってたわけ。はいはい。で、出てきた人が、なんかさ、面白い雰囲気だったんで、はいはい、なんか言ったわけよ。はいはい、覚えてないんだけど。はいはい、そしたらさ、こっち側のさ、藤井くんだとかさ、はいはいはい。みんなが笑ったわけ。はあ、ははあ、で、客もなんかちょっと笑ったわけよ。はあ、はあ、なんだよとかなんかタモリさんも言ったんじゃないかな。はあ、それで、あれこれ、いいなと思って、はあはあ。で、毎回やるようになって。それで、はあ、で、ちょこっとアドリブで言ったのがきっかけ。へぇー。だってそれ結果その後もう。毎回やってたよね。あれって、でもそうか、そんなにプレッシャーぐらいですか？だって結構なんかもう毎回こう、なんか逆に期待してるじゃん、みんな。そうなのよ。だからね、いまいちだなって時はね、はい、あ、くそと思うよね。なるほど。しかもだって、初見だからね。そう、初見じゃないですか。出てきて2秒ぐらい、1秒か2秒でパッとこう。はいはい、うん、もうだからいろんなパターン用意してたけどね。ああ。だから、だとほら、がっちりでっかい人だと、はい、チャーハンはいつも大盛りですよね。大体ね。で、あの、ちょっとほら、暗い感じの人だと、暗いとか言っちゃうとほら、失礼じゃない。あ、テンション下がっちゃう。そうそうそう。だから、詩集3冊目書き終えました。あと、お女性だと、アップリケ。いつも綺麗なアップリケを塗っておりますとか。だから、そっか、傷つかない程度の。そうそうそう。なんかその、そう、ちょっと、あの、匂わすっていうの。この人明るくて行動的じゃないよっていうこと。本当のところで結構ディスってるんですよね、じゃあ。そう。本当の隠れディスり。へぇすごいですね。あれ、高度な芸ですよ。そう考えるとかなり。もうかなりテクニックいると思うよね。そうっすよね。人間観察っていうかね。しかも、あれは、その尺でやってきてすごいことっすよね。そう。生放送で。あれがね、一人で出てきてくれるときはよかったんだけど。はい。推薦者が5人とかになみんなで出てくるようになっちゃったのよ。あれは困ったよね。絞れないじゃん、フォーカスを。3人だったらさ、カラオケ行って、キャンディーズ歌いますとかさ、逃げられるんだけど。5人とかそうか。もうなっちゃうからもう、参っちゃってさ。へぇなるほど。もう何言ったか覚えてないよね。そんな、とかじゃあ、あれってもう関根さんが何の気なしになんかこう、あの、息をするかのごとくやってるように見えるけど、やっぱりちょっと苦労はあったんですね。まあそう。調子いい時はもうバンバン言えたんだけどね。はいはい。だから僕は全曜日やったからね。あ、そうか。いいと思う。全曜日と、あとあれもやった、あの、なんていうの、日曜日の増刊号。ああ、はいはいはい。あれ司会があったのよ。え、あ、そうなんですか？そう、司会でゲスト呼んでたの。あの、編集じゃなくて、増刊号用のコーナーもあったの。へー。
あ、それは違う、生でってことですか？いやいや、日曜日、収録で、岩瀬さん。岩瀬さんっていう女子アナ。あの、実家にバスルームが5つある。お嬢様。とんでもないお嬢様ですね。お嬢様と、司会してましたね。へぇー。その時がだよ。僕はモノマネしててね。ジャイアントババさんのモノマネを始めた頃、まあ、要するに21からやってたんですよ。銀座なんて勝ち抜いてる時に。そしたら倉持アナウンサーがババさんが試合終わって放送席に来た時に、最近ババさんのモノマネをする人がいますけどもどうですかって言ったら、ババさんが不謹慎です不謹慎ですすっげえ怒ってんだよ。うわっ、これはババさんの目の前に出られないなと。で、ある時日本テレビのカックラキン大放送やってる時に、番組対抗隠し芸大会っていうのがあって、ホテルで、でっかいこう、部屋で、各こう、商店とか、カックラキン大放送とか、あと全日本プロレスチームとか、テーブルがあったわけ。で、VTR を見ながら賞を出すわけです。馬場さんいたのよ。もう俺、テーブル3つぐらい挟んで馬場さんがいたから、俺もカックラキンのところで、スーッとこう、陰陽寺じゃないけど、隠れ蓑の術みたいにして、気づかれないようにして。バレたら怒られるから、お前かとか言われて。ほんで、馬場さんには会わないようにしてたわけよ。そしたら、たまたま、増刊号のゲストがジャンと馬場さんだったわけ。で、僕は、ね、馬場さんのモノマネなんかしたことありませんって顔して、ずっと進行してたわけですよ。で、馬場さんも答えてくれたわけ、いろいろ。そしたら、岩瀬アナウンサーが、馬場さんが怒ってるなんてことはさ、知らないわけですよ。そしたらさ、まあ、良かれと思ったんだろうね。そういえば関根さん、馬場さんの真似してますよね。って俺も顔が、プーって、青ざめて。ただ、馬場さんが、僕はね、シポポポなんて言わないよ。馬場さん、すいません。あのね、馬場さんの、水平チョップっていうのが、こう、ロープに投げて、戻ってくるところを、プーッ、フーッって打ったんです。で、僕はあの、その、ジャンと馬場さんの、その技を、もっと受けようと思って、マシンガン水平チョップって。普通は水平チョップなんだけど、マシンガン水平チョップって言って、プー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 。やったんですよ。それを馬場さんが、僕はシュポポポポなんて言わないって言われて、すいません、あれは僕が勝手に作った技で、マシンガン水平ショップって言うんですけど、いや、ちゃんとやると馬場さんがこう、汗を指でこう、拭いながら、そう、そうですね。それも似てるよ。それも似てるよって言ってくれて、ことなきゃ得た。あ、それ、そこで一応公認みたいなかったそうなの。で、その後ね、馬場さんに会いに行って、番組で、馬場さん、僕がモノマネしてたのなんかすごい最初嫌だったみたいですよねって言ったら、あのね、自分のね、嫌なところをね、強調されるでしょ、嫌だったよね。その時57、8だった。でもね、今は感謝してます。優しい。優しい。ああ。よかった。公認してもらって。いや、すごい話ですね。うん。で、それで、増刊後もやったんですよ。俺、だから全員、土曜日だけやってないんだな。土曜日ないから。あ、土曜日そうそう。へえ。ちなみに、その芸能界やってたのがね、あ、こいつ、俺と被ってるな、みたいなこと思ってた人っているんですか？あのね、はい。CM ではね、はい。俺全然 CM 来なかったの。あ、最初ってことですね。その。俺結構やってんのになぁと思って。はぁ、あ、はぁ、あ、はで、こんな感じ俺出るよなっていうのが、はあ、田代正史。へぇー。マーシーが売れてる時。はぁ、あ、はぁはぁ。マーシーの方がね、なんかポップだったんだな。当時は。うん。へぇー。だから多分マーシーに取られてたと思う。
なるほど。うん。それから20代とか30代ってこと？そうそうそう。20代、30代の前半ぐらいね。へぇで、その後はね、はい、一世尾形。へぇあ、それは何ですか？ CM によくです。へぇいかにもさ、はい、電通とかさ、博報堂のさ、ちょっと頭のいい人がさ、好きそうじゃん。そうか、クリエイティブな雰囲気。そう。はぁ、あ、はぁはぁ、あ。あ、一世尾形に取られてるなって思ってた。へぇなるほどね。だからその芸風としてはライバルじゃないけど、はあはあ、そういうなんか評価のされ方で、はあはあ、俺カマキリだからダメだったんだなと。へー東京で言うとたけしさんとかどのぐらい先輩なんですか？たけしさんはもう全然先輩よ。何年ぐらいですか？たけしさんも10年ぐらい先輩。あ、そうなんですか？そうそうそう。たけしさんって年も7つか8つ上だもん。へー、もう俺がデビューする時もスターだった。へースターになるちょっと前。なるほど。俺がデビューして3年目ぐらいでブレイクしてるから。へぇ、その前からやってるからね。なるほど。うん。ちょ、東京のそのお笑いの、なんか序列ってか、その順番で、じゃあ、たぶん、たけしさんの前にいた萩本さんとかがいる。萩本さんがいたね。たけしさんがいらっしゃって。たけしさんがいて、その次ぐらいともその関根さん世代の、そういったのいわゆる目立ってるというか、そうだね。そういえばそうだね。あんまりその MC とかももちろんいいともとかでやったの、はい、コーナーをやるのとか、はい、そのなんとなくその自分がめちゃくちゃ仕切ってる位置になんかその行くみたいなこととかは、それはね、あのクイズ早く行ってよとかね、はいはい、あのいくつかやったんですよ。はいはいはい、MC は、うんうんうん。だけどなんだろうな。うん、適材適所じゃなかったのかな。あんまりお話来なかったね。あ、そうなんだ、ね。やっぱりパワフルな人多かったから。へえ。さんまさんでしょ。はあ、所さんがいたじゃない。あ、そう、所さんも東京ですよ、ね。そう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 。東京。はあ、で、三宅裕司さんもういたし。はあはあ、二つ上でね。はあ、だそういうんでこうメインを張れるような人が何人かいたんで、はあはあ、回ってこなかったね。はあ、うん。でも逆に言うとその一個そこのそういう人たちの脇側のトップというか、なんかその、ああはいはい。ちなみに関根さんって NG だった人とかいるんですか？なんかそのそういう世代の人たちってなんかこのこのところとここは絡まないみたいなのもあるじゃないですか。はいはいはい。特に上の層、はい、の人たち、はいはいはい。でも NG ないよ。そうですよ。なんかその全種類の人たちと絡んでるなっていう、全くない印象が NG ない。暗いドラマは嫌だけど。あ、なるほど。それぐらいの感じなんですか？そう、暗いドラマとか暗い映画は嫌だ。ほう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 。明るいんだったらいいけど。へぇー。いや、だから常に笑いを求めてる。へぇー。うん。あとは別に。へぇー。NG はないね。そうっすね。なんかその。例えばね。はいはい。苦手な先輩いましたよ。MC でね。はいはい、はい。芸人じゃなくて。はいはい、はい。司会者で。なんか、僕のことはそんなにハマってないなっていう。人がいたけど、はい、オファー来たら行ったもん。へぇ、なんとかしてやろうって言って。はぁ、どうにもなんなかったけどね。そういう時あるんですか？あるある。あ、勝手になんか全部ちゃんとこうヒット打ってんのかなって。いやいや。苦手な人もいましたよ。へぇ、合わないっていうの？なるほど。うん。でも、逃げなかったよ。へぇ、あ、それは、確かに逃げないっていう。いやいや、もうだから、その人は、俺に NG は出してないんだよ、多分ね。うんうんうん、だから、来るわけよ。はあはあ、仕事は、はあ、その人の司会の。はあ、で、行って、結果出なかったよね、あんまりね。やっぱね。まあ、相性ありますね。相性あるよね。ちなみにその、後に娘のマリさんが芸能界デビューするじゃないですか。はい、その時はどんな気持ちだったんですか？なんかその、反対なのか、それとも。あ、反対しない。反対しないよね、はあはあ。だって本人がやりたいって言ってんだから。そうかそうか、で人生一回っきりじゃない、はあはあ、やればいいよね。だってあの反対するってことはさ、はあ、自分の職業もさ否定することじゃない。うん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 、こんなもんやるもんじゃないって、はあはあ、だから別にやればっていう感じ。あ、そうなんですか。もう、うん、もう即答というか。そう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 。へえ、それってどんな順番ですか？あれだって同じ順番。朝日企画どうせなら朝日企画に入ればって。へえ、うん、なるほど。うん。それって何になりたいっていうふうに言って。あのね、最初はね、はい、不思議発見のリポートあるじゃない。はい、ああ。海外の。はいはいはい。あれをやりたいって。へえ。で、あれをやるためには、あれね、
素人はダメなんですよ。あ、そうなんですか。あの、芸能界で活躍してる人の中から選ばれるの。ああ、そうなんですね。だから、一回芸能デビューしたいって言い出した。へえ、そこも目指してたんですね。うん。そうか、で、それを受けて、あ、じゃあ、同じ事務所があって。じゃあ、やればってこと。へえ。だって最終的には、ジップ、朝の顔になったんですもんね。そうなのよ。簡単に抜かれたよ。抜いて、あ、もう確かに。抜かれたよ。海の MC ですね。そうだよ。そうか、関根さん。俺は、同い年ぐらいの時には、はい、あれだからね、ズームイン朝で愛のオムチャリティっていう、はい、半年で終わる最低のコーナーやらされてたから。月金で。月金、27歳の時に。はい、どんなコーナーですか、愛のオムチャリティって言って、はい、団地とかに行って、はい、すいません、いらないおもちゃありますかと。はいはいはい、寄付してくださいと。はいはい、で、このおもちゃを、あの、チャリティで、はい、売って、はい、そのお金を恵まれない人たちに。おだから、ジップの前身の前身、ズームイン朝っていう。はいはいはい。何年前だあれ ?27 だから、40年前。はいはいはい。40年前、41年前に、はいはい、徳光さんで、はいはい。スタートしたわけよ。はい。とりあえず、オーディションで受かって、はいはい。愛のおもちゃリティっていう、はいはい。コーナーやったんだけど、はい。全く、そんなおもちゃも、もう豊かな時代だから、ゴミ捨て場のように。なるほど。ディレクターが、このおもちゃはね、あのね、理想よ。向こうのディレクターが言う理想。このおもちゃは、おじいちゃんが買ってくれたおもちゃで、本当に大切にしてるんだけども、チャリティのためになるなら、どうのこうのって、そういうエピソードを聞け。エピソードの方がいいじゃない。はいはい、持ってって。はい、ガラガラ助かるわ。ガラ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 。だから企画が悪かった。なるほど。俺のせいじゃないんだ、あれ。とか、だから地獄っていうのは、単純に、もうその、そういう、なんですかね、成立してなさの地獄なんですね。そうよ。そんなバカみたいなコーナーをさ、時代遅れのコーナー。そうか、それ、すごい、でも、関根さんってそういう、なんかその、心根がある、中にある毒を、あの、出すけど、出してないように見せてますよね、なんていうか、その、まあ、いいともの、例えばなんとかあるじゃないですか。そう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 。隠れディスるじゃないですか。あのね、そう、やっぱりね、適材適所っていうの、はあ、その、自分の中で持ってるさ、いろんな部分あるじゃない、はあ、いろんな色で言えばさ、はあ、白とか赤とかさ、はあ、黒とかさ、はあ、やっぱ黒出しちゃうとさ、はあ、あいつ、嫌なやつだなってなるじゃない、はあ、その黒い部分はラジオとか、はあ、舞台で。ああ、はは、たっぷり出して、はあはあ。で、例えば午前中だったら、ね、うん、黄色とかさ、はあはあ、オレンジで行って、はあはあ、で、夜はね、はあ、ちょっとダークブルーみたいな、下ネタみたいなの、OK だったら、はあはあはあね、こう、やるけど、はあはあ、そういうのこう、テレビっ子だったから、はあ、どういう人たちが、どんな感じで今番組を見てるかっていうのは分かるわけよ。朝から下ネタ見たくないじゃない。そうっすね。ね、確かに。うん、で深夜はちょっとさ、変なこと言ってほしいじゃん。まあ、そうっすね。逆に爽やかなことやられるかなっていう。そう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 。はい、その辺のこうなんていうかね、は自分で計算してやってましたよ。へー。すごいっすね。芸歴もう何年ですか ？47 年。40? じゃあ、もう、じゃあ、あ、3年ね、50年芸能人やってるんですね。そうですね。芸人さんを。はい。え、なんかあるんですか？これからやりたいこととか、もしくは今やってる、力入れてることみたいな。まあね、舞台はね、ちょっとコロナで2年飛んじゃったんだけど、はあ、平成元年からやってるんで、はあ、まだやりたいなっていうのはあるわけね。はあ、それとね、まあこれは、でもやったらしんどいだろうなと思うんで、ちょっと躊躇してんだけど、はあはあ、まあ、来るかどうかわかんないんだけども、はあはあ、去年かな一昨年かな、はあはあ、朝ドラ出たのよ。はあはあ、念願の。はあはあ、あの、すずちゃんが出てたんです。はあはあ、夏空、はあはあ、あれの、すずちゃんの、婚約者のお父さん役で出てたわけ、うんうんうん。で、考古学者なんだ。はあはあ、役が、はあ、大学の、はあ。それで、食事のシーンで、はあすずちゃんに、はい、考古学と歴史学の違いは何かっていうのを、はい、もう本当に喋るわけ、はい。で、
本当にこのお父さんは面白い人だって言ってさ、ナレーションが入ってさ、私がね、この過去のことも問わず、うんうん、本当にいい人たちだったっていう、うん、場面なのよ。ほうほう。これも全部覚えてさ、一週間ぐらいかけて毎日、専門用語だから。ほうほうほう。で、NG も一回ぐらいしか出さなくて、完璧にやったのよ。ほうほう。やったっつって。一話しか出てないんだけどね。あ、そう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 。で、オンエア見たのよ。ほう。そしたら、俺のセリフは、ほう。すずちゃんの、ほう。ナレーションの奥で、小さーく聞こえるだけだった。ナレーションベースだったんですね。そう。なるほど。その時の感想。うん、厳しい。やっぱりそうか。そんな甘くないかと思ったわけ。あ、なるほど。それがもし演技が良かったらナレーションベースじゃなくて。いや、そうじゃなくても最初からナレーションベースの。そうかそうかそうか。うん。そうか、そうっすよね。へー。だからね、はい、次はね、すごいなんか、主人公が悩んでる時に、はい、こうアドバイスを送る、うんうん、本当のおじいさんでもいいし、うんうんうん、近所のね、うんうんうん、なんかの店屋さんかなんかのおじさんで、はいはい、工事っていうのはね、はい、時間がかかるんだよとかね、はい、こう困った時に悩んだ時にパッと声をかけるね、はい、おじいさん役でね、はい、準レギュラーで、はい、そうね 30% ぐらい出てるかな。25% でもいいんだよね。はははうん、そうするとそんなにスケジュール取られないじゃない。はは確かに、うん、まあ、べったりだとさ、はは大変だと思うからさ、まあ、そうですね。だけどドラマ その3番手4番手とかなっちゃうともう大変、生活全部捧げることある。そうそう、だからリハーサルも大変だし、あそこ は NHK はね、ははだから4分の1ぐらい出ているアドバイスを送るおじいさん、うんうんうん、あそこ出るとね、はい、評判が良くなるんですよ。へえ、そっか。どんな方面からってことですか。いやいや、もう全方面から。あ、で、一般の人が、はいはい、関根さんって本当に優しいのねとかさ、勝手に役とさリンクするの。ああいうおじいちゃんがいたらいいなとかさ、そう、役の人柄をね、そう、イメージが上がるから。鶴瓶さん悪役やって失敗したからね。あ、そうなんですか。すんごい悪役やってさ、はあはあ、鶴瓶死ねとか言われてたんだから、街歩いてて。へぇー。あ、そうっすか。ダメなんだよ。なるほど。うん。だからそっか、そういう人がない、そういうタイプの芸人じゃなかったら、そういう役は何の方がやんないんだろう。そう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 。だから俺はそういうんで、NHK の朝ドラやりたいね。70過ぎたぐらいでね。へえ、4分の1ぐらいの出るぐらいで。で、セリフもそんな長くない。なるほど。うん。あ、ま、長いともうさ、70だからさ、ほうほう、覚えない。それがまあ野望っていうの。ほうほうほう。タイガーはね、重いから出る、ちょっと勘弁してほしい。そうなの。時間もかかりそうだし。ああ。タイガードラマって。まあ、しかも時代劇だったりとかです。大変じゃない。所作とか。そうそうそう。言葉遣いとか、ね、そう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 。だいたい重いじゃん話が。朝ドラだとちょっと軽い感じでさ、明るいしさ。いいっすね。それでちょうどいいおじいちゃん役を、ね、そうそうそう、ゲットしたいって。そう。へえ。ありがとうございます。まあ、いつもだいたいこれぐらい聞けたら、まあ、はい、なんか、作れるんですけど、一応そのなんか、うん、逆に、あ、この話してないなみたいなのってあります。あとね、はい、僕、一回だけね、うん、ケツまくったことあるんだよね。あ、え、飛んだってことだ。いや、ね、はい、小崎って27年半やらせてもらったのよ、TBS で、はいはい、小坂井くんと、はい。最初のね、はい、始まりがね、はい、まあ最初の始まりって、まあ、重複しちゃったけど。はい、山島さんみたいな。松宮和彦くんが TBS のアナウンサーで同じ年だったんですよ。はい、で、彼は、はい、彼を TBS が第二の久米宏にしようっていうんで、猛プッシュしてたんで、はいはい、それで、夜は友達って TBS の9時からの生放送、はいはいはい、9時から11時かな、はい、これね、もう本当にね、ゴールデンタイムなんですよ、ラジオの。ああ、はあ、はあ。しかも月金だ。うんうん。帯で。TBS がいかに推してるかって。うんうん。ところが、その時、
テレビでベスト10って始まっちゃったんですよ。ああ、クラゲさんの。そう。はは、あれ30何パーセント視聴率か。それで、毎回ゲストが、その歌手がスタジオに来れないんですよ。はいはいはい。例えばコンサートやってたりして。ああ、はいはい。そうすると地方から中継するわけ。はい、生で。はい。その追っかけマンとして松宮和彦くんが。要するに 30% の番組だし、うんうん、視聴率もいいし、ここに松宮和彦を押していこう。と木曜日が空いたんですよ。はで僕と小堺くんで、木曜日やれって言われて、やったんですけども、二人ともガチガチになっちゃって、もう全然面白くないわけ。それが、うん、で、ハガキを読むコーナーとかあるんだけど、はははまあ、いろんな箱が入ってるんですよ。いろんな人のその、10分とか15分のこの、はあはあ、あの、コーナーがあって、はあはあ。で、その間を繋ぐんですけど、はあ、制作室行くと、はあ、はがきがね、うん、当時はがきだから、うん、このくらい、2、300枚、月、火、水、で、木曜日が、へぇー、ゼロに見えんの。はあ、ははあ、他も多すぎて。で、金曜日もあって。二人で歩いていくわけよ。おいおいおい、二枚。で、その二枚を、四回ぐらいに分けて、四回に、週に一回しかはがけないんですよ。で、こばっとこう喋って、今日も二枚だ、今日も二枚だって言って、そしたら、ある時三枚になってたの。やったって言ったら、毎回な書いてくれてた大熊亮太くんっていう人が、はい、2枚書いてくれたの。あ、はがき職人みたいな。そう。はいはい、だから、2人は2人だ。それで、はい、全然評判悪いし、はいはい、行くのが嫌になっちゃって。で、小堺くんに、はい、小堺くん、俺、あのラジオよ、辛いんだよね。はあはあ、だけど、あんないい番組を、俺たち新人が、やめさせてくださいって言えないよな。はあはあ、それで提案なんだけど、はあ、クビになるように仕向けよ。おお、なるほど。で、むちゃくちゃなことやろう。はあはあ、普段二人でふざけてるようなこと。はあはあ、それで、クビになったんだったら、はあはあ、会社の人にも、はあはあ、一生懸命やったんですけども合わなかったみたいですねって言えるだろうって、はあはあはあ、それでその週から、はあ、俺はガムちょうだいおじさんガムちょうだい俺は不死身だうわーとかね、はあはあ、意味ないことばんばんそしたら意味ないハガキがいっぱい来てへーでうわーとかね慰めても慰めても慰めきれない象の耳たるーとかねはは、わけのわかんないこと。はははだって、さあクイズを出します。は最近は、残念ながら、自転車を盗まれたは、ハリウッドスターは誰でしょう ?A、ロバート・デ・ニーロ。B、ショーン・コネリー。C、アルパチーノ。はは何番でしょうとみんなが A だとか B だとか C だとか。残念でした。答えは D の仕出しのジョニーです。むちゃくちゃなこと言うわけよ。エキストラのジョニーですって言うわけよ。しかも言ってないわけよ。成立してないわけですよ。そんなことばっかりやってたわけ。まだクビになんないよ、つって。もっとやんなきゃ。もっとやんなきゃ、もっとやんなきゃって言ったら、ハガキが増えてきて、結局27年半。すごいっす、でも、ね、だからまあそういうふうにもうリラックスした状態になった、そう。人気になってたってことですね。そう。それでその時の杉浦さんっていうディレクターに、はあ、杉浦さんあの時どう思ってたんですか？いや困ったなと思ってたんだけど、なんか二人が伸び伸びしてたから注意できなかったんだよ。優しい優しい人だったの。あれが真面目な人だったら、なるほど。NHK だったらもうクビですよ。とかもう一二回で、はい、もう停止というかそう。ちょっとふざけすぎじゃないの？へーすごいでもなかった。一回だけです、それやったのは。へー。あの、ケツまくったのは。ははは。もうわざとやめるように仕向けたっていう。へー。でも、あとはみんな一生懸命やりましたよ。へー。それだけはね、一生懸命クビになろうとしてやった。へー。でももうそれのおかげで27年間なんか続いたってのも面白いですね。そうなの、ね。わかんないもんだね。へー。
そこでも逆にそれ以外は芸能界辞めたいとか思ったこと一回もない。思ったことない。一回もない。へえ。だって好きで入ったの。楽しいし。そっか、そうですよね。楽しかった。やっぱその天性の向いてるテンションだったってことですよね。ただね、あれは辛かった現場。なんか。あのね、呆れたデカ。ほうほう。その前がね、なんだっけ、あの、ほら、危ないデカ。あ、はいはいはい。すごいストレスだったじゃん。はいはい。で、その次が、はい、呆れたデカ。あの、長嶋さん。はい、長嶋さん、時任三郎さんで、はい。俺、これでスターになれると思ってさ。あ、その呆れたデカに呼ばれたの？レギュラーですよ。探偵事務所の。はいはいはい。俳優として。おぉ、頑張ってやって、もう、ものすごい現場が熱が。はいはい。で、第1回目の試写、はい、試写室で見て、はい、終わった後、やったぜ、はい、これはまあ危ないデカのシリーズの第2弾で、またこの撮影所からまたすごい番組が出る、はい、蓋開けたらさ、最初 6% なのよ6% って当時だとどうなったの？ダメ今ならまあまあだけど。そうっすね。今ならまあまあだけど、もう当時なんだよ。それがどんどん下がっていくわけ。へぇ。それまではさ、現場がさ、熱気があるわけよ。はあはあ、で、俺も頑張ってやってたわけよ、はあはあ。でさ、どんどんテンション落ちるわけ、現場の。もう、はあはあ、あれは辛かった。いや、だからそうするとね、テンション落ちてる人たちと一緒にやるっていうのは。はあ、まあ一生懸命やったけどね、はあはあ、だから14話かな、はあはあ、16話かな、あ、その状態でも16話ぐらいまでいくんですね。で14ぐらいまでで終わったのかな、だから早く終わってほしいと思った、はあ、それは辛くて、そう、暗くて確かに現場が暗いんだ、はあ、なるほどね。そうですね、確かにドラマって確かに明らかにですもんね。もうそう、しかも全部撮ってからさ、はあ、出すならいいけどさ、はあ、途中で結果が分かるわけじゃない4話ぐらい撮ってる時に、はあはあ、第1話の、はあはあ、6? って次が 5.4 とかさどんどん落ちてくのよ。まあ俺主役じゃないからいいけどって思ったけどね、はあはあ、あれはスターになれると思ったんだけどな。へだからそういう欲がある時は意外とうまくいかない、ね、そうなんだよ、そういうもんだよね。へ、フジアガウディもそうですよ。はあはあ、チャチャね、はあ、当時大人気のチャチャと、はあ、チャチャのメンバー一人一人と、はあ、俺6パターンか5パターンの CM 撮ったんですよ。フジアの新発売のチョコレートですよ。はあはあ、ナッツとヌガーと、はあはあ、なんかチョコとか5層になってるやつ。はあはあ、で金ちゃんが関根で行け、はあはあ、CM 撮りましたよ。はあ、ポップな CM、はあ、流れましたよ、はあ。全く売れなかったね、ヌガウディってチョコがそれでもう廃盤。へえ、自分が CM した商品が廃盤になるってそれもショックですか。やっぱショックよそうか、そういう辛いことがちょくちょく起こるんですね。ありましたよあとあの猿の惑星ってね、あ、はい、映画の猿の惑星が大ヒットして、はい、アメリカのドラマで猿の惑星ってドラマがあって、はいはい、それが大ヒットしたわけ。はいはい、それをフジテレビが買うと、うんうん、いうことで。で、それにあたって、主題歌を浜口倉之介先生に、うんうん、作曲家の大作曲家、はいはい、依頼したわけです、はいはい。で、浜口倉之介先生は作曲はできる、はいはい。作詞もできるけど、おいおい、こんなさ、猿の惑星みたいなの、なんか猿みたいに歌えるやつっているのかと。はいはい、そしたら、ラビット関根っていうのがね、うんうん、今なんかいろんな変なモノマネやってますよ。そいつやべえって。浜口倉之介先生のうちに行って、はあ、23ぐらいの時、はあ。お前、猿の真似できるのかって、はあ。いや、まあやろうと思えばできると思います、はあ。そうか、じゃあちょっと動物園行って猿の研究してきてくれよ、はあ。で、1週間後に、録音に行って、はあ。で、すごいいいテーマなんだよ。はあ、あ、曲が素晴らしいの。ほうほう。で、僕がセリフを喋るのね、うんうん。ボスと中間管理職と、うんうん、まあ、手下みたいな、うんうん。それで、パカポコパカポコパカ、ブワーン、パカポカパカ、ジュワーン、すっごい驚々しい、うんうん、パカパカ。で、俺が大ボスザルをまず、うん、人間が来たぞ。
で、手下で、人間だ、人間だ、で、真ん中ぐらいで、人間だ、人間だ、やつら、やつけら、パカパカチキチキピヤー、ワニョンワン。それが、撮り終わったわけですよ。だフジテレビの人は、素晴らしいと。関根くんすごいと。いいよ。これを、どういう歌詞で歌ってるか、クイズにしようと。そして、100万円相当の商品をつける。言い出したんです。フジテレビのプロデューサーが。で、最初は俺の名前伏せて、で、視聴率が上がって、あのテーマ曲の歌ってんのは誰だってこうね、なって、それで、僕の空想ですよ。ともう大話題になるわけよ。誰なんだと。で、じゃあ、これは同じフジテレビ系の夜のヒッタスタジオで、今夜、歌ってる本人が出ます。俺の空想ね。そう、井上潤さんが、だって、ね、このファルの惑星の歌を歌ってる人が今日来てます。どうぞ、パーッと俺が出ていくと、吉村麻里さんが、うん、ラビットちゃんなのいや、どうも、実は僕が歌ってたんですよ。じゃあ、お願いします。パカチカパカチカ、人間が生まれる。うわー北島三郎さんとかさ、五木ひろしさんがさ、おぉ俺はそれを空想したわけ。そう、空想だそうだね。やった、スターになれるで、いざ始まりました。めちゃくちゃ視聴率悪いのよ。3ヶ月で終わり。確か。あ、それが。はい。だから、主題歌の話題なんか、一回も上がんないし、誰が歌ってるなんて話もなし。あ、それ、最終的な。闇に消えましたよ。あ、関根さんが歌ってることすらも、なんか公表されないまま終わったんですか、はい、終わりました。でもやっぱ40年。以上やってるといろんな失敗だらけですね。はい、もう失敗だらけよ。芸能界40年いるじゃないですか、うん、今ってこうだなとか思うことあるって、なんか昔と比べてたなのか、こんな風な時代になってきたなとか、なんかなんていうか、まあやっぱりあれだよね、コンプライアンスがさ、うん、うるさくなったよね。ああ、昔に比べて、うん、で、SNS っていうのができちゃって、あのいろんなところにその少数意見が届くようになっちゃったじゃない、過激な、うん、スポンサーの方に不買運動だとか言うからさ、はいはい、スポンサーがさ困っちゃってさ、もう少し柔らかくしてくださいって言うんで、テレビがさウルトラクイズみたいなのできなくなっちゃったじゃない、うーん、あのバスごと海沈めるとかさねえ、水泳大会でさ女の子のポロリとかさ、うんうんうん、いやあれでねみんな喜んで、中学生とかね、うん、スイッチが入ってったの、男のスイッチが、はあはあ、男らしさを磨くための場所じゃなくなっちゃったね。まあそれなりの枠の中でやらなきゃいけないのがプロなんだけど、うん、昔はもうちょっと自由だったよね。なるほどね、うん、はあ、まああとは単独のアイドルがいなくなっちゃった。あ、確かに全部グループになっちゃった。ソロってことですよね。そう、へえ、あ、聖子ちゃんとか、はあはあ、桃江ちゃんとかさ、明菜ちゃんとかさ、はあはあ、いっぱいいたじゃん。確かに最後の単独アイドルって、松浦綾とかさ、そう。わかんないけど。松浦綾だと思う。ミュージシャンになっちゃうわけよね。高田久美みたいに。ああ、そうか。アイドルっていうか、そう。あいみょんなんかもなんか、こうちょっとこう、ファジーだね。そうですね。アーティスト性のアイドル。アーティスト性のあるアイドルっていう。だから、アイドルがいなくなっちゃった。あ、全部あのあれになっちゃった、あの秋元さんがやってたから、その前にツンクがやったからいけないんだよ。モーニング娘。その二人のそう功罪というか、そうそうそう、あれは横浜中華街方式でしょ。あ、そういうパワーがあるんだ。誰かを好きになれる。なるほど。あ、そうか、中華街みたいにまとまってれば、そう、どっかいい店あるじゃない、好きな店が。はあ、求心力があるじゃない、数の勝負っていう。そう、へえ、横浜中華街方式って面白いですね。そんな例えしてる人初めて見ました。だから今はいないのよ、単独が。はい。そっか、ちょっとそれ言うのに寂しさ覚えます、ね。寂しい。だから覚えられないんだよね。カラーの5人がもうギリギリだよね。懐かしいカラー、そうっすね。ねえ、はい、20は9人 ?20 は9人。20は9人でしょ、はいはい、もう9人いるとね、全部覚えられないんだよね。まあ、覚える必要もないのかもしれないけど。わかんないけど。それと、
この間も話したんだけど、歌手の方と話したんだけど、低音の魅力の歌手がいなくなった。へぇ。全部ハイトーン、今。キングヌーとか、そばにいるような人。畑さん。畑さん。とか。はいはいはい。あの、平井健さん。平井健さんとか。はいはいはい。ああ、確かに。みんなハイトーン。はいはいはい。だから、ロートーンは今、剣道小林ぐらいです。歌手じゃないですもんね。そうそうそう。歌手にいないでしょ。ほうほうほう。昔はいっぱいいたのよ。フランク長井とかさ。ほうほうほう。ずいぶん昔だけどね。へぇ、うん、そうか、今そういう流れなんですね、じゃあ。そう。ハイト、ロートーン不足。そう。矢沢永吉さんみたいにさ、乗ってくれとかさ、うんうん、ああいうこう、男っぽい人を求めない。今。なるほどね。うん。みんなこう、シュッとしてこう。はいはい、はい。変わりましたよね。なるほどね。うん。で、女性像はね、はい、昔とそんなに変わってない。その広瀬すずさんみたいな。広瀬すずさんとか、綾瀬はるかさんなんかも、昔の吉永小百合さんとか、いろいろいたけど、こう、ずーってると、やっぱり、いや、現代的にはなってきてるけども、うん、根本は変わってないですよ。へぇ、同じ系譜というか、ね。そう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 。へぇ、お笑い的な目標はあるんですか？なんか最初、こういうことし、さっき言ったドラマで出たいとかおっしゃってたじゃないですか。はいはいはい、舞台はやりたいっていう。はい。他になんかあるんですか、最後。そうね。もう、要するに、まあ、舞台はやっていたいけど、うんうん、まあ、テレビでこの年齢の人間が、うん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 、まあ、コントっていうのは、どうなのかな。ああ、ね、ニーズあんのかな。なるほど。あるならやりたいけどね。まあ、若い人今見ないから、テレビね。まあ、確かに。50以上だから見てるのが。だからまあ、僕らのやるコントなんかも、笑ってくれる可能性はあるよね。なるほど。うん。それ、SNS とかはなんか何もやらないんですか？一切やってないね。はぁ。なんか、関根さんなんか意外とそういうのもうすぐスッとなんか飛び込んでそうな、なんか。僕が今やってるのはね、はい、Now Voice っていうね、はい、ホンダ、サッカーの、ホンダ選手が、代表を務めてる、ナウボイスって言って、こう、普通なんで書くじゃない。はいはいはい。文字で。はい。ツイッターとか、はいはい。あれを声で、喋ってる。あ、そういう SNS をやってるんですか？そう。それは向こうの有料だから。はいはいはい。あとは、はい、ファニコンっていう会社で、はい、観光金シアターの舞台の、はいはい、これ2年やってないから、はい、申し訳ないって言うんで、はい、ファンクラブを作ったんですよ。へー。それとはもう毎日やってます。へー。あの、ファンだけと。だから、全然知らない人っていうの、はいはい、には全然発信してない。ああ、でも、でもそれでもいいですもんね。関係ない人にはもう、関係ない人関係ないもん。ファンにこう、ね、ネタを書いたりして、はいはいはい、毎日送ってる。へー。だから今、Now Voice と、これで、結構忙しい。これは毎日やってるから。へー。朝から、だいたい朝10時ぐらいから夜12時までやってるし、はははは、もうこうやってこう、これが終わったらもうすぐやるし。それで、ナウボイスはだいたい1日おきぐらいに。へ、5分から10分ぐらい喋ってる。へぇ、あ、そうか、だからそのちょっと5分10分のミニラジオみたいなものが投稿されるんですか？そう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 。へぇ、あれないっすもんね。確かに。無料の場は荒れますからね。そうなのよ。そう。なんだかんだね、言うから。ひねくれてる人いるからね。もう。でもそう考えたらそういう。俺はエゴサーチも一切しないから。あ、そうっすか。一切見ないから。でもそれが確かに健康的に過ごせる。あ、だってさ、そんなのない時代に生きてきたんだから。はははは。昔は黒電話ですよ。はははは。で、小学校2年まで電話もなかったんだから、うちは。はははは。そうか、そうか。電報だったんだから。はは。だからもう、そんなの見なくたって全然平気な。はあ。もう。見る必要ないしさ、うんうんうん。嫌いだっていう人がさ、書いてるものをさ、そんなさ、はい、100人が100人にさ、愛されるわけないじゃん。うんうん、いろんなことやってんだからさ、はい。で、それ嫌いな人もいるわけですよ。はい、で、いちいち嫌いな人のさ、書き込みをさ、見てさ、なんだよなんて思う時間はもったいないじゃん。確かに。論文のさ、あつしくんみたいにさ、うんうん、自分の悪口見ながらさ、酒飲んでさ、また言ってるわって笑ってんだよね。あつしくんが、はあはあ。ああいう使い方だったらいいけどさ、うんうん、俺まだ笑えるほどまで、達観してないから。
ああ。うん。だったら見ない方がいいですもんね。うん、そう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 。すみません、ありがとうございます。どうぞどうぞ。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。最高です。嬉しいです、本当に。よかったです。あと、そう、返せたし。ああ、指輪ね。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。